じゃあそろそろメリン、ちょっと話がある。頼む、ちょっとだけ聞いてくれ。うん、タミリン、分かってる。だから赤ちゃんが欲しいんだ。テッド2、テッドの声で有吉さん続投ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか、続投できるという声をこうかけられた時の印象といいますか。そうですね、まあね、吹き替えってみんな見てんですかね。字幕で見てんだろうなって思う。基本字幕で見てんだろうなって思ってるんで、まあ気は楽ですけどね。いやでも、テッドは相当吹き替えで見られていました、はい、あ、そうですか。そうですか。そうですかね、はい、そうです。私も見に行きましたけど。あ、そうですか。たくさんの女子高生だと思って。僕はもう絶対字幕派なんでね。ちょっとそこがちょっとあれですけどもね。まあでも一生懸命やってますしね。まあでも結構なかなか大変なんでね、慣れない仕事なので、結構ストレスはかかりますけども、はい、この世界でバラエティやってると怒られることあんまりないんです。こうやって慣れないことやるとね、結構ネチ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 監督に怒られたりしてね、結構イライラしながらやってましたけどもね、はい、テッドのオフィシャルファンクラブ代表です、小島春菜さんです。その花束っていうのは具体的に何ていう花束ですか。これはテッドおめでとうございますということで、お花とテッドの熊束です。熊束です。どうですか、熊束。もう異様に熱いですね。熱くすぎてね、なかなか、はい、ほこりもすごいんでしょうかね。鼻もムズムズしますけども。すいません。有吉さん、ぜひそれ飾っていただきたいと思います、はい、お家で。ありがとうございます、ね、ちなみにですね、今回小島さんがこうやってファンクラブ代表に選ばれたということで、しかもこれテッド直々なんですよ。うん、小島さん、そうなんですよ。写真集を見てテッドが選んでくださいました。なるほど、エロ本というか写真集です。写真集ですね。お尻がいっぱい出てるやつですね。そうです、はいはいはい、はいはい、どうですか、それ今お聞きになられてみて、はい、どんなお気持ちですか、有吉さん。その人選については。人選について、そうですね、いいんじゃないですかね。もう本当にね、もうずいぶんエロくなられましたもんね。もう AKB 卒業間近でずいぶんエロくなられましたんで、はい、いいんじゃないでしょうか。すいません、テレビさんの朝的にちょっとその言葉難しいかも。あ、なるほどね、なるほど、そうですか。いいんじゃないですか、嬉しいですね、よく仕事してる、よく仕事してるもんですからね、気楽でいいですよ、はい、はい、いつもはもうちょっとむくんでますけどね。やっぱ、そうなんですか、今日気合い入れてきます。今日やっぱりね、はい、調整してきたなって感じしますね。はいはいはい、でも小島春菜さんも非常にテッドを愛してらっしゃってね、うん、そうなんですよ、うん、そうなんです。で、実際に有吉さんの1も吹き替えで、はい、吹き替えで見ました、うん、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。字幕は読めませんもんね、頭悪くてね。何も考えないで ね、 ね、見れるんで吹き替えだと、はい、有吉さんが声を当てられているのも小島さんは裏で、はい、聞いてらっしゃいました、はい、いかがでしたか。もう感動しました。もう今でもテッドといるみたいな気持ちです。もう取ってつけたよ。自分で考えた。そうですか、そういう意味ですか。スターを目の前にして、ね、緊張するでしょうけども、